レーモン・ロッシュはフランスオリュール出身の元オートバイレーサーである。ロードレース世界選手権をはじめとして様々なカテゴリーで活躍したライダーで、1981年にはジャン・ラフィンとのペアで世界体級選手権チャンピオンになっている。WGP でのベストシーズンは1984年。前年の市販マシン RS500 に変えてワークスマシン NS を与えられたこの年は、 開幕戦で初めての表彰台である2位を得るとそのままシーズンを通して8回表彰台に上る好調さを見せ、エディ・ローソン、ランディ・マモラに続くランキング3位を獲得した。WGP から引退した後、ルカティのファクトリーチームの一員として、スーパーバイク世界選手権に活躍の場を移し、1990年のタイトルを獲得した。引退後は、 ビジネスの世界に身を移し、オリジナルヘルメットのブランドを立ち上げて、成功を収めている。1983年当時は、テニス好きとして知られていた。1985年に、イモラ200に出場したが、パドックで、片山隆沈のメカニックス杉原慎一に、南アフリカ GP のレース、テレビで見たよと声をかけられると、俺の点灯シーンを見たか俺も見たぜ。 と冗談を飛ばしたりする陽気な人である。ありがとうございます。